ブラック企業の裏話で一般の企業がお伝えできないような内容をお話ししたいと思います。今日のテーマは一番コスパのいい広告の手法です。はい。もうこれね、結論から言うと名前です。もうね、名前でをね、変えるだけで売り上げがね、何倍にもなったって例はね、山ほどありまして、なんか天使のブラとかですね。なんかそんながあります。僕も、まあ、ブラック企業社長の浜ノーンって言ってるんですけども、まあその前はブラック、ただのね、ブラック企業の社長の浜野秀明って本名だけだったんですよ。やっぱりなんかこの SNS で、活動するには覚えやすいし、本名と紐づいてた方がいいなと思って、ね、なんかずっといいのが来なかったんですよね、しっくりくるのは。で、中学校の時は、まあね、一部からハマッチョとか言われてたんですけど、なんかブラック企業の社長ハマッチョってなんか違うじゃないですか。で、なんかね、何がいいかなと思って、このドラクエ5にね、ブオーン出てきたでしょ、映画でも出てきましたが、そのブオーン見て、あ、なんか浜ノーンってね、浜ノっていうのもかかってますし、悪者っぽいからいいなと思ってこう変えたのがきっかけで、そうするとね、結構こう、なんか受けが良くてですね、お名前も覚えやすいですし、まあ、親しみやすいと言いますか、良かったなと思います。で、やっぱ企画とかやるね、その会社名もそうですね、みんな、なんかね、自分がつけたい名前をつけちゃうんですよね。特に会社名なんかもそうなんですけど、もう中二病満載の、ね、名前をつけるところも、大体ね、こけますね。家族の名前をつけちゃうとか、ペットの名前をつけちゃうとか、まあまあ、ぶっちゃけ名前なんてね、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、その名前が一番コスパのいい広告なんで、それを考えずにつけちゃうってことは、一番コスパのいい広告をやりませんっていうことなので、これはね、結構のハンデだと思うんですよね。やっぱね、名前ってね、結構普通の人が思う以上にめちゃくちゃ大事なんですよ。なんでまあ、でそのあたり、さっき言ったように名前変えるだけでね、売り上げが上がる商品というのはね、たくさんありますし、もう会社なんかもね、例えば ZOZO タウンなんかも、なんだっけな、最初ファーストなんだからって名前だったのが、ね、ZOZO タウンって名前変えたりとかね、してますからね、やっぱ覚えやすい名前、親しみやすい名前とめっちゃ大事で、その中二病満載の自分がつけたい名前でそもそも覚えられなかったらアウトっすね。なんか、っていうことをね、言いたかった。特に SNS なんかそうですね。YouTube もそうですけども、やっぱ人気が出てる人って覚えやすい名前のはずなんですよね。なのでね、そのあたりのもう実績も経歴もあるのに、名前を考えないっていうのはもう最初から、もうね、ハンデを背負ってますよということでした。はい、まあ、そんな感じでね、今日はサクッと終わりたいと思いますが、名前が、まあ、一番コスパのいい広告の手法ですということです。とにかく分かりやすい、伝わりやすい、何やってるか伝わるし、名前でね、ある程度何が伝わるかというのを考えてやった方がいいかと思います。では今日はこの辺で、グッドブラック。